あ、皆さん、こんにちは。いや、すいません。ちょっと猫と格闘してて、投稿が遅れちゃいました。わかりますかね？これ、がっつり腕んとこ、キャーってやられちゃって、久しぶりにこんなボコされたので、すいません、遅れちゃいました。今日は久しぶりにミステリー会になっています。ちょっとね、陰謀続きだったので、ロマンが欲しくて、最後にはロマン系の話にもなっています。最初のミステリーはですね、日本で約30年前に起きたある事件です。結構有名なので、知ってる方もいると思います。ですけど、登山って結構恐ろしいですよね。最近暖くなってきたから、ちょっと登山行きたいなって思ってるんですけど、僕小さい時から結構ハイキングとかに行ってて、本当に大きい森に入ると、辿ってきた道が分からなくなって、遭難しそうになるんですよね。いや、これマジ冗談なしで。なので山登りって、一人ではちょっと危険だから、常にね、誰かと一緒に行動しろってよく言いますよね。日本でもこんな不可解な事件がありました。1989年、北海道、大雪山で登山をしていた二人の男性が行方不明になってしまいました。北海道警察のヘリコプター銀嶺1号が調査に向かったところ、なんと彼らが発見したのはシカランバの倒木が積み上げられて作られた SOS という文字でした。助けを必要としていると思い、北海道警察が捜索に向かったところ、 SOS のサインから2から3キロメートル離れたところに2人の登山家たちを無事発見し保護しました。2人の登山家に、お前たちラッキーだったな、俺らが偶然 SOSのサイン発見したから見つかったけど、あれ見つけてなかったらお前ら救助できてなかったわって伝えると、なんと二人の登山家は、SOS？ 何のことですか？なんとそれについては知らないと答えたんです。別の遭難者がいると考えた警察は、再びヘリコプターで捜査に向かうことにしました。するとなんと SOS から少し離れたところに、動物に噛まれた跡のある人間の骨を発見しました。それだけではなく、また少し離れたところにはバックパックを発見し、中からは日用品と身分証明書とカセットテープが入っていました。人間の骨かと思われるものは旭川医科大学で鑑定したところ、血液型 O の女性だと発覚しました。所持品を見る限りでは男性っぽかったらしいんですけど、まあね、体が女性だったので、おそらくこのバックパックは女性のものじゃないかと推測されたんです。中に入っていたカセットテープを聞いてみると、なんとそれは助けを求める男性の声が収録されていたんです。その収録音がまあ生々しく奇妙で、ちょっと恐ろしいんですね。まあ、実際のを流したいんですけど、僕が軽く真似をすると、 SOS 助けてくれ、崖の上で見る、という男性の声が収録されていました。その他にはアニソンなども収録されていたそうです。ただこのカセットテープが発見されたのは崖の上ではなく、比較的広い谷底でした。まあ収録した後に崖の下に落ちたのかもしれないですけど、今ある情報が SOS のサイン、女性の体、バックパックに男性の声だけ収録された助けてのカセットテープ、これらの情報から30年前の当時、かなりねミステリアスな未解決事件として話題になったそうです。今でも当時ニュースで放送されていた SOS を映した映像や男性の助けての声がトラウマだという声も多いです。ここがちょっと不思議なんですけど、バックパックに身分証明書が入っていたって言ったじゃないですか。実はこのリュックの所持品は IK さんという男性で、事件から5年前に行方不明になった方でした。ただこの情報、なぜか日本のメディアではほとんど報じていないんですよね。海外の新聞などではギリギリ書かれているんです。その男性の家族にリュックの情報を伝えると、リュックの所持品はおそらくその男性で間違いないけど、カセットテープに収録された声は知らないって感じだったそうです。自分の家族の声、まあ、いくらカセットテープの音質が悪いとはいえ、さすがにわかるとは思いますよね。そして後に発見された女性の骨と思われていたものは男性のものだと発覚しました。なのでおそらくこれはカセットテープに声を入れたリュックの持ち主なんじゃないかと。それでは以上の情報で当時何があったのか推測していきましょう。 IK さんが一人で登山に出かけました。そして無事下山できるかと思いきや遭難してしまいました。この山には金庫岩という下山の目印になる箇所があるんですけど、それと似た偽金庫岩という目印もあるんですね。おそらく IK さんは偽金庫岩を目印にしてしまい遭難。そこで木を切って SOS サインを作り、探してくれた時のためなのかカセットテープにメッセージを残した。普通に行くとこのシナリオなんですけど、それでもまだミステリーが残っています。19本もの木を切る体力があったら下山することはできなかったのか。実際僕も行ったことないので何とも言えないんですけど、行った人の情報によると頑張れば自力で下山できる山だという情報がありました。またもう一つ、木を切った斧などは
実は見つかっていないんです。まあ、遭難から発見まで5年の月日が経っているから斧だけどっか行っちゃったのかもしれないですけど、真実は分かりませんが、発見当初そこまで捜索に力を入れなかったせいか、不思議な事件として幕を閉じました。まあ、自然はね本当素晴らしいんですけど、同時に危険も潜んでますよね。何があるか分からないのが本当に自然。これらの情報で皆さんはどう推理しますか？今の未解決事件。続いての未解決ミステリーはさらに時代を遡るんですけど、絶対に不可能と言われたことを成し遂げた3人のお話になります。1962年アメリカカリフォルニア州には脱獄不可能と言われた刑務所アルカトラズがありました。この刑務所はなんとサンフランシスコからたった 2.4km 離れたところに浮かぶ小さい島に設置されているんです。島そのものが刑務所ってなんか逆に囚人のモチベを上げちゃいそうな気もしますけど、まあ、なので脱獄不可能だと言われていたんですね。約29年間の間に36人が脱獄を試みたんですけど、ほとんどの方は捕らえられたんですね。果たしてここから逃げ出した囚人はいたんでしょうか。1962年4人の囚人が脱獄することを計画します。フランク・モリス、ジョンとクラレンス兄弟、そしてアレン・ウェスト。彼らは全員窃盗とか強盗とかで捕まった囚人でした。何度か脱獄を試みた結果失敗し、アルカトラズに送られました。脱獄の立案者だったフランク・モリスは IQ が133もある上位 2% の頭脳の持ち主でした。脱獄から半年前、隣同士の独房になった彼らはなんと独房の換気口とその周辺を食堂から集めたスプーンと床で見つけた刃、掃除機から取った電動ドリルで削っていき、その音をかき消すためにモリスはアコーディオンを演奏していたそうです。削った換気口は塗料で塗りつぶしたり段ボールを置いたりと隠していました。換気口を抜けるとそこは共同口で、さらに天井の換気口を抜けると誰も立ち入らないエリアがありました。そこで彼らはなんと脱出に必要なゴムボートを半年かけて集めた50着のレインコートで作り上げました。1962年6月11日夜、脱獄当日、4人は独房の換気口から抜け出し捜査部屋へと向かいました。発見を遅らせるために石鹸や歯磨き粉、トイレットペーパーなどで人間の頭に見えるダミーヘッドを作り、ベッドで寝ている風にしていたそうです。結構すごくないですか、このダミーヘッド。要ね、牢獄でバレずにこれ作りましたよね。4人の中で1人、アレン・ウェストだけ独房の換気口から抜け出せず脱獄を諦めました。3人は共同口を抜け作業エリアに行き、そこから天井の換気口から外に抜け出し、用意したゴムボートに乗って暗闇の中海に繰り出しました。多分というのも、なんとその3人脱獄してから今まで行方が分かっていないんです。脱獄が発覚したのは次の日の朝でした。10日間捜索したところ、パドルやボートに使われたレインコートなどが海岸で発見されました。そのことから彼らは海を渡りきれず海で遭難したんじゃないかとされました。ただ不思議なことに、彼らの目撃情報とか実際の写真とか情報が相次いだんですね。実際に脱獄した1人が FBI にこんな手紙を送ったという話があります。私の名前はジョン・アグリン。1962年6月、私は弟のクラレンスとフランク・モリスと共にアルカトラズから脱走した。現在私は83歳になり、体の具合も悪い、癌を患っている。フランクは2005年の10月に亡くなった。彼の墓はアレキサンドリアにある。私の弟は2011年に死んだ。もしあなたたちがテレビを通じて返事を伝えてくれるなら、私は1年だけ刑務所に行くことを約束する。その後治療を受けたい。私は今自分がどこにいるのかを正確にあなたたちに知ってもらうために返事を書き送るだろう。これはジョークではない、本当のことだ。このような手紙が送られてきたんですけど、まあ信憑性が欠けていることから未解決事件とされました。すごいっすよね。脱獄不可能って言われたとこを脱獄して、しかもその後も行方不明って、まあ完全犯罪ですよね。まあみんなも思ってるかもしれないですけど、こういったすごい能力別の分野で活かしてくれって思いますよね。貢献してくれって。続いてのお話はあまり聞いたことがない人が多い説だと思います。たまにうちで都市伝説好きな人たちが集まっていろんな話したりするんですね。でこの前人類起源説みんなで話してたら、ミルクティーさんがこの説を唱えて、あ、ちょっと面白いなと思ったので動画にすることにしました。皆さん、人類の意識っていつ芽生えたかって考えたことはありますか？猿から成長した結果我々人類が誕生したとされていますけど、どの時点
点で意識が開花したのか、神経学者によると約7万年前に脳に突然変異が起こり、文化的飛躍が始まったとされています。その理由が、洞窟の壁画や建設が7万年よりも前のものは発見されていないからそうなんですね。まあ単純な理由ですけど、分からなくはないですよね。そして今回お話しする説は、その突然変異、何かしらのきっかけがあったんじゃないかというものです。138億年前に大爆発が起き宇宙が誕生し、46億年前に地球が誕生、38億年前に最初の生命が誕生したとされています。そして人類誕生が約700万年前のアフリカでなんですけど、少なくとも200万年前から20万年前の間に脳のキャパが 2,3 倍になっているそうなんですね。チンパンジーは約 450cc の脳の容量なんですけど、200万年前のホモハビリスが約 550cc、 そしてホモサピエンスは 1350cc、 約200万年の間に3倍近く大きくなっているそうなんです。データが少なすぎて、これは突然変異が何度も起きたとしか説明がつかないんですけど、ここでこの説がやってきます。人類が知的になったのは、なんと宇宙人が地球に降り立ち彼らの遺伝子操作を。いや、残念ながら今回のお話に宇宙人は登場してきません。代わりにキノコが登場します。紀元前何百万年前、まあいつかは知らんけど、まあ更新世の時期だと言われています。200万年前から1万年前の間、地球の環境の変化によりホモエレクタスは生き残るために新たな食料の確保を求めていました。そこで彼らは牛とか鹿とか草食動物を食べるために、動物の足跡と糞を追い求めます。そしてその糞からはたくさんのキノコが生えていたので、そのキノコを食べていたと。そのキノコというのが南しびれ茸でした。南しびれ茸はただのキノコではなく、食べたら幻覚作用をもたらすキノコで、中枢神経に作用し、中枢神経の興奮や麻痺、幻覚を引き起こすんです。このキノコを長い年月食べていたホモエレクタスは、脳の神経細胞が成長し、新たな知識の回路が開き、少しずつ言語を発達させ、人間としての意識の成長が起きました。彼らは今まで感じたことのなかったスピリチュアルな共感力で、集団としてのコミュニティを形成したり、想像の中で今まで見たことのない幾何学を目にしたり、感覚が研ぎ澄まされて、今まで以上に狩りが上達し、たくさんの食料を確保できたり、今まで考えもつかなかった発想が浮かんだりと、そして長い年月を経て、人類の意識、知恵は成長し、今の僕たちがいる発達した文明にたどり着いたと。そして宇宙進出。まあ過去を振り返ってみると、確実に人類は成長しているし、見ている世界も変わってきてますよね。まあ当たり前ですけど、なんか感動しちゃう。ただまさかキノコがそんな効果あるんって思っちゃいますよね。有名な実験があって、粘菌コンピューターというものがありまして、粘菌の生態を模範した仕組みのコンピューターなんですけど、東京の地下鉄の路線図を模範した状態で、粘菌の餌となるオーツ麦を東京の主要駅に配置し、粘菌文字誇りの行動を観察したら、なんと東京の路線図よりも効率的に行動したそうです。菌類には知性があると証明したそうです。適当にそこら辺にいたホモエレクタスが野生的に生きていて、キノコをいっぱい食べてたら、うーっていろんな世界見ちゃって、で脳のね突然変異がバーって起きて、で今の僕たちに成長したと。まあもちろんこの説は科学的に何の根拠もなく議論されがちなテーマではあるんですけど、幻覚について研究していたテレンス・マッケンナという方が提唱した説でした。知恵というのは自然の中に潜んでいて、自然の先制的な立場として人類に影響を与える役割があったと思うと、なんかロマンがあって面白いは面白いと思うんですけど、僕この説あんま推してはいないですね。みんなはどう思いますかね。とりあえずこの意識っていうテーマ、もう考え出したらキリがなくなるんですけど、この一つの動画にしたいですね。かなり深いので。一つ神経学者が言っていたフレーズがあるんですけど、それをちょっとみんなに紹介して脳内ぶっ飛ばしますね。僕たちはいつも幻覚を見ていると、常に幻覚を見ているんですけど、その幻覚を受け入れると、それを僕たちは現実と呼びます。もうなんか目が回りそうになるような話ですよねこれ。これ考えてたらなんか窒息死しそうになるんですよね。わかります？こういう深いこと考えてたらなんか気が遠くなって窒息死しそうになるんですよね。それについてまた話したいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。